古典的な求婚・求婚は結婚を申し込むこと、プロポーズとも呼ばれる。結婚してください。結婚しようと男性が女性に申し込む、あるいは女性が男性に申し込む。同性結婚が認められている国では、同性相手に求婚をすることもある。求婚は結婚を決める前の一段階、結納や婚約よりも前の段階で、お互いの結婚の意思の疎通を図る。 二人が結婚年齢に達していない、その他二人が法的に事実婚しかできない場合でも行われることがある。休婚の方法の一つとして婚約指輪を渡す方法がある。ただしその前に婚約の言葉を誓い合うこともある。産業革命以前の欧米では夜未婚の男性が一流の女性の家を訪問し、家主の承諾を得て、 肉体関係を持つことなく同じベッドで夜更かしをするバンドリングという庶民の風習があった。南ヨーロッパでは、旧婚者が夜に、異応の女性の家を訪れ、軒下でセレナーデを歌う同種の習わしがあった。バンドリングは公式の婚約とは異なるが、結婚に至る確率が高まる儀礼であった。女性の純潔を守るために、いくつもの規定を設けた地域があり、 親が根津の番をした逸話も残されている。教会の影響力が下るにつれて、純潔を守りつつ、婚前交渉をするという意義も薄れてしまい、19世紀には、バンドリングの風習は消滅していった。日本も、平安時代から、男性から求婚の文を送るのが主流であった。女性の親側から申し込むことは可能であった。しかし、近代以降に女性が活発に恋愛できる時代に、 なると、男性から求婚を待たなければ結婚できないという状態に行くことを唱えた。赤毛の案にも、恋人からプロポーズされなければ、自分からプロポーズすると主張する女性が登場する。1994年に、桂由美が会長を務める全日本ブライダル協会が、6月の第1日曜日をプロポーズの日と制定している。プロポーズは、個々の事情などが大きく作用するが、 なかなか踏み切れずにいるカップルにとってきっかけになればという考えから提唱している。また、結婚記念日は覚えていてもプロポーズの日は特別なイベントと重なっていないと忘れられてしまうことが多い。生涯を共に歩みたい胸を伝えた大切な日を思い出す日にしてほしいとの思いも込められている。GPS デバイスを用いて日本列島を縦断し描いたマリー ME が・が 最大の GPS アートとして、ギネス世界記録に認定されている。旧婚の意味。偶国語辞書。2020年11月5日閲覧。ロジャー・イーカーチ。失われた夜の歴史。樋口幸子。片柳幸子。三宅正子役インターシフト2015年。ISBN978 から4から772695435ピアニッシ二も。293から300。 ありがとうございます。